はい、というわけで始まりました、津田ロッテ対東京突撃隊っていうのかこの人たちは東京と千葉のね、あの因縁の対決ですけども、はい、津田ロッテ2回表攻撃岩田、おー打った、おっとセカンド、なんだこの走り方は、ふざけているのか真面目にやってるのか。さあ来ました、須藤、これはどう、おー打った打った打った、おーおおすごい、あの基本腰振ってバットって振るんですけど、腰振ったのと一緒にバットが振れるんですけど、今手だけで振ってあそこまでってことはなかなかやります。さあ安西、安西見えてるよ、まあ、構え方は打ちそうな、おーコンパクトに、おおまあまあまあ、サードゴロと。だけど津田ロッテ、2回の表の攻撃が三者凡退で終わってしまいましたね。当たってる、ちょっとめちゃくちゃポジティブな男がいますね。当たればいいのか、そういう問題なのか。じゃあ井野さん2回の、投球、おっと変わったバッターですね。これまあルール上ありなんですけど、はい、第2球投げた、ストライクと追い込んだね。はい、第3球投げた、おっと相手打った、サード、あこれ大丈夫か、サードゴロって結構むずいよ、おっとうまい、これはうまい、シンプルにね、サードからね補給してファースト投げるってね、あんまね経験者じゃないとできないんですけどね、やりましたね。さっきの走塁の汚名返上か、おっとこれは、おっと高見さん取った。なんか基本言いますね高見さんが、どっかに、おっとゴール。これ服部もねちょこちょこね結構うまい止め方、おっと打った、またサード、おーおおうまい、おっと津田ロッテここで恒例の一箇所に集まるを、おっと嬉しそうです、もう優勝決まったぐらいの勢いですけど、まあ、まだ0対0なんでね、初心者がほぼほぼいるこのチームでやりますね。さあエース J、 ちなみにこのエースナンバーで、赤手袋、これはあのビッグボスと一緒なんです。おっと危ない、お当たった、おー純也デッドボールで出塁、やりました純也。さあここで来たぞプロ、さあさあさあ、おっと相手もバックを指示してますね、お願いします、やってください、お願いしますって、なんか先輩に先輩になんか逆襲を頼んでるみたいな、おいおい俺ら本気じゃない、ここで衝撃の事実、相手本気じゃなかった、明らかに球が球速が上がってますね。さあワンストライクワンボールから3球目、おっと打った高木さん、おっとこれは上がりすぎたが内野フライ。まあねこれね高木さんかばうわけじゃないですけど、あの高球と軟球ってあって、プロは高球なんですけど軟球をプロが打つとね潰しちゃうんですよね、であんま飛ばないって、おっと監督の俺打った、おっとこれはゲッツーが、あーっとさすが俊足を生かしてゲッツーを封じるという、これはねやっぱ経験者にしかできないプレーですね。さあ飯野です、こっから続きたいですね、先制点取りたいところ飯野、あーっとピッチャーゴロ、2打席連続ピッチャーゴロですね飯野さん。え、もう一回行く、いけるピッチャー、秋守ってこい、行きます、オッケー、飯野のことですかねこれは、やばそうだったらやってください、オッケー、なるほど、頑張れ、守ってけよ、飯野さん自分の体を惜しみなく使い3回も投球するという、そうなんですよこれ、あの投球練習見てると分かるんですけどね、結構球はねストライクに入るんですけどね、バッター来るとまた違うんですよね。おっと西尾がフレームアウト、さあボール先行2ボール、はい3球目、おっとこれでもボール、おっとストレートのフォアボール、大丈夫なのがいいのは、おっとまた2勝がフレームイン、何かのアピールか、おいい球投げてますね。さあワンストライクランナー1塁の、あーった抜けたか、あーっと打った、これはあこれはファーストの、あーっと頭上を超えた、あーこれはねー、これ相手うまかったですね、今のは取れたよ、今のは取れた、バカが多いです、
メジャー今ね、あのイチローとかもあのメジャーとかで あそこら辺打ってヒットにするっていうのよくやるんです、まあ、あれイチローヒットって言うんですけど、それですね。あれ何にも知らないやつああやって言うんだよな、取れたよとか、ほんとバカだ。おっとちょこちょこ西尾が映り込む、俺もいるよというアピールか。おっと、ああスリーボール、もうよく取ったな。そうなんですね、ハットよく止めてるんですよ。おっとどうした、おっとここでハットで金玉負傷、無念の無念の四つん這い、これは辛いか。さあしばらくぴょこぴょこ飛んで金玉を元に戻したハットレが復帰。さあノーストライク、スリーボールから4球目はストライク。あーっとこれはあーっとフォアボール、フォアボールと、ヒットによりノーアウト満塁ですね。津田ロッテここで初めてピンチを迎えるか。あ、ここで来ました。この人はね、後にね、わかるんですけどね、レジェンドと呼ばれるおじさんでね、なかなか野球うまいですね、本当に野球好き。おーっとよく止めた、全然大丈夫だ。ワンボールワンストライクからの3球目、振らないね。今振ってくれてもいいぐらいの球だったんですけどね。おっと打った、あーこれはあーっと抜け出す、安藤の横、これはヒットで失点しました。おっとバックホーム、おっとレフトの須藤何か負傷してる、何をしたのだ今の間に。サードフライ、おおなんかフレームずれたみたいな取り方しましたけど、さあさあサードフライでワンアウト、満塁の状況は変わりませんね。はい、でツーボールからの3球目、ボール、あーノースリーでボール、あー押し出し2点目、お、ここでタイム、さあ全員集合ですね。8時にでもなったのか、外野普通集まらないんですけどね、こういう時。おっとここで攻められる、いいの、おっとボールかすがれてますねこれ。ここで限界か、あーっとここで限界ですね。やっちゃってください、やっちゃってくださいってことは、ついに来た秘密兵器高見、まあ、てか秘密でもないか、向こうは知ってるか、なので兵器高見登場。さあここでちょっと見せてやってくれ、いい球ですね、これ変化球ですね。あの飯野の球とはまたちょっと違う感じですね。おおやっぱ速い、ストレートがやっぱ速いね、パンパンパンと追い込んでくる。おっとここで三塁ランナーが幼児化したのか、突如現れた謎の少年。いいね、この追い込んでから、臭いとこついていくというバッターにとってやつね。決まった、ストライク、うまい。やっぱね、外角のカーブからボール球からストライクゾーンに来るカーブですね、うまいね。やっぱフォークかな、フォークかカーブ、ストライクと。やっぱね、相手チームもね、80キロからね、多分今これ130ぐらい出てるんですけど、120かな、120ぐらい出てるんですけどね、このね、球速の差には結構慣れるのは時間かかります。打った、取れるといわ、おっとこれは、おっとまたイチローヒット、うまいですね、相手よくやりますね。さあ4点目を取られました津田ロッテ。今のはそうですね、あ、2ボールからの3球目、キャッチャー、おーうまい。服部と高見さんはやっぱ安心感ありますね。というわけで続いて4回の表の攻撃です。おっと相手が高いバット貸してくれました。後悔させよ、完全に舐められてますね。さあ4回の表、西尾ですね、第1球、おっとボールよく見た、はい1球見逃してワンストライクワンボール、3球目、おっとカットしたかな、ファールですね、ファール、ツーストライク追い込まれましたが、おおよく見た、よく見えてるぞ、4球目打った、おっとカット、第5球打った、サードゴロ、おっ
おおおっと大ボトル、おっとこの間に2塁進むか、おっおっ、なぜここにいるんだ、落ち着いていけ、なぜここにいる、2塁まで行けたはずだ。さあ4番服部ですね、おっとまた土を蹴り上げて打球投げた、おっと打った、あっとセカンドフライ、残念ながら、ワンアウト一塁で5番岩田、これはやられてます。6番須藤も三振と、2者連続三振、振っちゃった、さあ4回、表の攻撃終わりまして、4回裏高見さん、調子いいですね、まだ。投げた、これ変化球がね決まりすぎてね、相手が全然やっぱ手出ないね。さあ第2球、おーっとフォーク、服部ですら取れないという、おっとすっぽ抜けたか、おっとこれボールですけど、あれ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 、相手チーム飛び出してきた、おっとこれ乱闘ですね、乱闘です、おっと西山駆け寄る、お全員駆け寄る、おっと大根、加藤はいけない、こういう時は本当はベンチも行かないとダメなんですけど、今日のルールだと、誰も心配してなかった、おっと茶番が終わりました、加藤は見るだけ。さあワンアウト一塁で、いやこれ結構ね緩急つけてくるからね、相手もね手出ないですね、おっと三振、ありがとうございます、弱小チームに本当すごい人が来たみたいな感じで須藤は感謝を伝えてました。おっと西尾ポジションを注意されてますね、おっとスイング、手出ちゃうんだね変化球だと、おっと牽制、ファーストビビってる、ファーストビビってるよ、これ聞いてないよ俺、うわっうわっ、ごめんなさい、しとかないと、やれるよ、大丈夫、よっしゃ、これねランナーいるとねキャッチャーはね後ろにこぼせないですから、服部のプレッシャーもでかいでしょう。ちょっとでもなんかキャッチングが鼻についてくるようになりましたね。うるさい、まあ、うるさくはない、声出て悪くはいいでしょう、あ元気なやつも必要ですね、おっと見逃しの三振、レフトがねめちゃくちゃ感謝してくるよ感謝します、態度の悪そうな外国人選手みたいな感じですけどね、おさっき安西打ちましたからね、おっと三振、純也デッドボール、純也も三振、勝負ですよ、さあ先ほど思った結果ではなかった高見さん、ここでバッターとしての意地も見せてほしい、ああやばい、ファーストゴロ残念、ファールゾーンから入ってきました、おっと言い訳か、おっとやっぱすごいなこの球、相手が変化球かでストレートが分かんなくてね、もう振るのか振らないのか分かんないもんね、あこれさっき説明した上手い人ですよ、この人もちょっとこれではないです、この人、おっと打った、すごい、レフトレフトレフト、おー取った、おただのレフトフライで大歓喜できる津田ロッテ、ちなみに須藤のこのグローブはね飯野のねお父さんのやつでね、この間僕が練習の時借りてて、ね、あの壊れちゃったんですよ、それを使っててよく取りました、はい高見さんやっぱ安定ありますね、ここも、三者凡退ということで、いやバックの守備がいい守備やバックの守備がいい、じゃ切り札でバックグローしなくていいのか、スゼロカトウ、なんか代打の神様感あるよ、スゼロカトウ、代打加藤です、相手も気づいてるでしょう、こいつはお荷物だと、さあ、これね代打というか10番バッターを追加してもいいと言われてるので、新たに追加される10番バッターとして加藤はここから出てきますね、このねもうね足腰をね入れてない時点でね、こいつはもう打たないってバレてますよ、バットに
バットにって今言うなバレるだろう。はーい。なんて情けない。さあ、津田ロッテです。津田ロッテ、3巡目ですね。ちなみにまだノーヒットですからね、津田ロッテは。ここでお打った、お超えた、超えたか、超えた。オッケーオッケーオッケー、ツーベースです。オッケー完璧。久しぶりにね、滑り込もうとしてね、あのベース感覚分かんなくてね、ちょっとねおじょもにょってなりましたけど、これはよく打った。あのね、野球っていうのはね、3割打てばすごいんですよ。つまり10回のうち3回打てばすごくて、ってことは3回に1回打てればすごいんですよ。だからもう3回に1回打てればすごいから、これはね全然。さあ、いいの。さあ、俺もいいとこ見せたいという面持ち。あー、しかし打ちたいが焦り、ボール球に手を出す。あー、打ちたすぎたか。これでも相手もうまいっすね。打ち急いでる飯野を見て、なんかストライクゾーンとボールゾーンギリギリのとこ投げてますね。さあ、先ほどからエラーで出塁中の西を打った、これはいい。あー、ファール、残念ながらファールでしたが、おっとファールで粘る。よく見てるよく見てる。さあ、津田ロッテ、おっと粘りますね。追い込まれてもさすが西尾、ネチネチ攻撃を普段してるだけある。あおっと打った、こちらもレフト線、超えた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 、おっとこけた。何やってんだこいつ、何でシングルヒットなんだよこいつ。いや、良かったですね今のも。しかしスパイクじゃないことがあだとなり、一塁で転倒。なんか決めきれないのが西尾さんっぽいっすね。しかしここで西をつなぎました。津田ロッテ反撃ののろしを上げるか。そしてここで、4番ですね、出た馬。さあ、てかさっき、あーこいつまたダメだったな。でも意外と足が速い。意外と足が速いぞ。頑張った、速いこと分かった。あんな速く走れんのか。じゃあとりあえず、DH の加藤君がここから守備につきます。レフトに行きます。ちょっとね、さすがにね、頑張ります。僕が上げたグローブね持ってきてね、練習しててかわいそうだったんで、須藤と変わってレフトに行くことになりましたね。変わりました。あ、頑張れ加藤。はい、7回の裏の攻撃、田上さん。おっとボール先行だ、ボール先行ですね。おっとフォアボール。これは3回の裏に起きた悲劇がまた起きるか。田上さん結構嫉妬も増えますね。あーっと走った走った、セカンド、おお、いい球、うまい。キャッチャーめっちゃいいやん。キャッチャービビらした相手。おっといいですね。ここまで三重の服部と阪神の田上による強力バッテリーなりね、我々助けられてますから。おっと最悪だ加藤、返球もできない。おっとこいつ結構やってくるな。はい、というわけで4番、4番サードの赤のバンダナの人ですね。この青バンダナ結構揺さぶってくるな、塁で。おっと詰まった、これはショートいいの。あーっと、ここはファーストのエラーですかね。このグローブ買って2週間ぐらいだったんでね、まだグローブが硬かったね、これは申し訳ない。グローブがね結構使い込まないと柔らかくならないんでね。あと僕ファーストとかやったことないんで、今のはしょうがないでしょう。はいっと、あーこれ抜けたか。あー今のはね、ショートですね多分取るべきなのは。おっと最、おっと、おっとなんか挟むやつになった。おっと挟むやつ、挟むやつ、ああ挟むやつ失敗、ドリフみたいになってる。挟むやつ失敗しまして、これノーアウト2、3塁、これ結構ピンチですね。
高見さんにも疲れの色が、追い込んでからの、はい三振、いいね、振り逃げ、おっと振り逃げですが三振です。さあワンアウトで、あ今のすごい、あの相手がねデッドボールかもと思ってふわってなったのにね、結局真ん中に来てますから。おっとワイルドピッチ、あーこの間に1点失点、これどっちのせいなのか分かんないですけどね、僕らはねこの2人を攻めることはできないですから、ドンマイというしかないですよねここは。さあ、おなんか足音が聞こえた、大丈夫か、ナイスボールですね、ボールですけどねいい球投げてますよ、やっぱギリギリのとこ投げてきますね、こいつ揺さぶってくんな、おおなん、おおっとおっとツーストライクなのに、お勘違いか、勘違いした、ハサミハサミハサミ、今度は成功させろ、ハサミ、おーいいねいいね、野球っぽくなってきた。というわけで8回の8回の元、お監督が招集かけますね、はしゃいでる場合か、7対1だぞ。というわけでね、ピッチャー変わるだと、ピッチャー変わる、ピッチャー交代なんだと、ダオバンなのか、早いよ、エースだとパターン、まあ、とりあえずじゃあ頑張ってくれ、はい、6点取って引き分けで次の回なんで津田ロッテ困惑ですね、今まで程度にがれてたのかっていう疑惑まで浮上しました。さあここからはですね初心者打線に回りますの、おっとどうしたこの人、点差見てもういいんじゃないかと思ってんのか、おーっと泣きちゃっていいですけどねこういう時は、おっとノースリーですね、ボール先行してきたらねフォアボールでの出塁もありますから、おっとよく見たストレートのフォアボールで岩田出塁。さあ、須藤ですね、さっきから DH に変わってる須藤が、おっと打った、おこいつも速い、まあまあまあいいでしょう、あの岩 おっとどうした、どうしたこけたか、こけたかこいつ、散財です、おっともう三振しとるやん、純也も三振、2者連続三振でこの回終了ですね。さあ8回の裏、あーっと田上さんに疲労の色が、しかし我々は変わりましょうかとは誰も言えない、なぜなら誰もピッチャーができないから、田上さんが辛そうなことは分かってますが最後ぐらいちょっと踏ん張ってくれよみたいな感じでみんな黙ってますね。さあ2アウト2塁ですね、おっと打ったレフト、あー肩取れない、まあ今のはむずいでしょう、8点目が入ります。津田ロッテ追い込まれたか、高校野球とかだったらねもうこの回とかで7点差ついたらねもうコールド負けなんですよ、おっと、あーっとナイス、純也邪魔すんなお前、7点差、何をしとんねん純也、しかし純也ベースカバーを覚えてる、これはなかなかね、早くしてしてフォアボール狙い、じゃあれマジ投げにくいお前あれでいこうさあ田上さんです、相手もここさえ抑えればと思ってるでしょうね、おー打った、おっといいの飛び出して、おっとさあ、センター取れない、田上さんその間二塁に、お二塁決三塁に来ました、スリーベースヒットですね、ノーアウト三塁です、さすがプロですね、おっとこれこいつだ、どうする、お来た、ここで先ほどの人たちから見習った、なんつったんですかねこれは、車り戦法ですか、さあ行くか、カタツムリガトウ、これはね相手のストライクゾーンをね低く見せられる、何やってんだこいつ、ストライクゾーンをね狭くすることによってね相手が投げづらくしてるんですけどね、なんかボール球振っちゃいましたね、これでも投げづらいですよ、
おっとコントロールされた加藤、ツーボール、ツーストライク追い込まれた。ゴロでもいいから打ってくれ。そしたら高見さんがホームインできる。頼むぞ加藤。おっとスローボール、よく行った、よく行った。加藤ボール見えてるよ。さあ打ってくれ加藤。ドラマとかなら普通打つだろ。ここはおっと、よし、いいよ。審判こっち寄りですね。腰下げろ加藤、上がってきた。もっと落とせ。さあとにかく落とせと言われる加藤。いけるかこれ。お、打った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 。あ、でもサードゴロだ。あ、ダメだった。あ、加藤アウトですね。まあ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 良かったでしょう。はい、というわけで、ここからね、経験者ゾーンに戻っていきます。あっと、あー、サードゴロ。これ高見さん、ホームインか。あ、高見さん囲まれた、やばい。高見さん囲まれた、やばい。高見さん囲まれた。情けないぞ高見さん。あー、アウト。高見さんアウトで。囲みたかっただけでしょうね、向こうも。さあ、いいの。序盤にピッチャー降りてからね、これといったあれはないですから。どうでしょう、飯野さん。おお、危ない危ない危ない。追い込まれた。頼む飯野、見せてくれ。ここでいいとこ見せてくれ。超スローボールも。マジ中学時代思い出すな、この視点。急に思い出がってきましたね。おっと、飯野ピッチャーゴロ。おっとおっとおっと、なんだ今のは。相手から、おっとスライディング、おーセーフ。今のはまああれでしょうね、相手からあの温情でしょうね。まあとりあえず、ヒットでつなぎまして、津田ロッテ2点目入りまして、ツーアウトですね。でもさあ、ここまで全部出塁してる日曜ですかね。先ほどヒットも出ました。おっといいの、いいよ、マジでいいよ、マジでいいよ。おっとマジでいいぞこれ。右中間に、おお、服部4番で決めて。今のは良かったね、ちゃんといないとこ打ってたからね。さあ4番服部ですよ。先ほど足が速いことは判明しましたけど、ここまでいいとこなし。大きいのある、大きいの。おっと、あの土剣のが弱くなってきてるぞ。当初の勢いなくなったか。さすがに1安打もなしであんな蹴れないか。ただこの4番の一振りで決めるしかない。はい、粘ります。ファールで、ワンストライクワンボール。なんかちょこまか動くなこいつ。あーっと決めたい、追い込まれた。泥棒みたいな動きすんな。セカンドランナーは結構どうしそうです。あっと三振、振り逃げ、最後成功せず三振。ゲームセットかな。ナイス。ちょっとみんな終わりみたいな空気になってますねこれ。あ、ゲームセットですねこれ。はい、では終了します。どうした、どうした、どうした。はい、というわけでね、津田ロッテ初陣2対8で敗れました。解説実況は、津田ロッテ監督の土井谷でした。またよろしくお願いします。まあまあまあ良かったんじゃないですか。僕は大満足ですよ。楽しかったし。楽しかったね。いや、何はともあれやっぱ高見さんのおかげっすね。いやもう間違えてくれました。ここまで戦えたの本当に。でも僕思ってたよりバックがこんな守れると思わなかったです。めっちゃ守れてた。意外と本番に強い。本番に強かった。姿安西がもうクライマックスは危なかった。本番に強かったの全員。こんな喜んでいいのか。いや良かった良かった。いや、その初心者にしたらよく頑張ったよ。確かにちょっとね、普通に相手結構強かったからね。もうちょい弱いところだったらギリ勝てんじゃない。本当に弱い。どうしますね。次は女子供探しましょう。いや、まあ、全然それもあり。ありがとうございました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 。